もリオです。じゃん。はい、ということで今回は高級和食天ぷら屋さんで腕を磨き続けた店主の、あ、ちょっと待って、もう一回はい、ということでですね、今回は屋台並みの値段の天ぷらを高級和食店で天ぷらを担当していた店主が本気で揚げてますのお店はい、カンニングしまくりでごめんなさいなんですけども、そういうことでございます。なんとですね、100円からその高級和食天ぷら屋さんで腕を磨き続けて腕を磨き続けたじゃじゃん。ここね、レンガ館モールっていうね、地下のところに来てるんですけども、ここにですね、美味しい天ぷらがコスパよく食べて飲めるというお店があるということを聞きつけまして、今日はやってまいりました。ランチ限定でせんべろセットみたいなものをねやってるらしいので、ちょっと楽しみワクワクでございます。もう目の前だからね、もう早く入りたくて入りたくて仕方がないんですけども早速行ってみたいと思います。ではでは、スタート。はい、ということでやってまいりましたレンガ館モール。今日行くお店は国産のお店と小料理気楽屋。店内は縦長でカウンターとテーブル席、なんかねすごいね落ち着く感じで、椅子からしてねなんかすごい高級感が出ておる。そんでもってこれが噂のランチのせんべろセット。ちょっと内容がモリモリだから後で説明するとして、すごいといいんですけど、通常の天ぷら単品メニューもあったり、日本酒好きの人はねこういう試飲もできるみたい。とりあえずまずは激安ランチのせんべろセットで乾杯。今日も京都でお酒はうまい。じゃーん、前菜5種盛り1、2、3、4、5と、ナスとズッキーニの天ぷら、おいしそう。あとね、こちらがもつ煮、いや最高。これで1000円、でしかもさ、これ2杯つくんだよ、やっば。はい、まずはねこの豪華な前菜5種盛りをこう見せつけといて、まさかの天ぷらからという。これはお茄子ですね、ズッキーニもめちゃくちゃ美味しくて、本当にね中のズッキーニとかナスたちがみずみずしいっていうの、もはやねこの野菜の天ぷらたちで水分補給もできちゃうんじゃないかっていうぐらい。ちょっと何言ってるかわからないんですけど、お次は惣菜5種盛り。大好きな卵焼きから始まり、これはねマッシュポテト、なんだこの時もねあんまり分かってないんですけど、おそらくポテトサラダ的な。そんでもっておそらく多分私が苦手な昆布、しかしびっくり、ここのね昆布はねなんか食べれた。からのからのみんな大好きもつ煮込み、はい、これもひいひい。このもつ煮込みがめちゃくちゃ美味しくて、お酒に超合うの。すっごいありきたりな言葉なんだけどね、よく煮込まれておる。なんか上品丁寧なもつ煮込みっていう感じで、とろっと系のもつ煮込みなんだけど、もつがプルッととろっと。はい、そんなこと言ってる間にせんべろセットの2杯目はレモンサワー。ドリンク2杯とこんだけ豪華なお料理たちがついて1000円はありがたすぎる。
このお魚にネギが乗ってるやつ食べてる時もね、何だったかよくわからないんだけど、この控えめな玉ねぎも美味しかった。惣菜5種盛りは一口ずつっていう感じだけどね、どれもレベルが高し。お次はさつまいもに大根おろしからの天つゆ。ちょっと暴れ狂ってるんですけど、これも最高。かっこつけてね、天ぷらお塩で食べちゃったりするのも美味しいんだけど、結局ね、天つゆにひたひたのひたですよ。そしてそして、お次はね、お店おすすめのシャーベットレモンサワー。なんかね、水分というよりかはもうほぼジャリジャリ、ほぼシャーベットという感じなんですけども、いざ吸引。もはやドリンクの題名がシャーベットレモンサワーだから、それそうなのだけど、ほぼねお酒感がなくてごくごくいける。もろこし、舞茸、ナス、もうね、天ぷらの ASMR が最高なのですよ。カラッとサクッと最高。サクッと衣を天つゆにひたひたにしていく。そして惣菜5種盛りでも入ってたんだけどね、ちょっとナスをリピートしてしまいました。もうナスはほぼ水分ですから。そしてお次の追加天ぷらはハモと桜エビのかき揚げ。このね、桜エビのかき揚げもまあ美味しい。この天ぷらもお店ではよく出るメニューらしいんだけど、これはもう美味しいよ、美味しい。しかもね、なぜかここの天ぷらは全然くどくなくてバクバクいける。そしてそして、なんとこのハモの天ぷらがね、200円で食べれちゃうという。おかわりしてたレモンサワーもグビッと完食からのじゃじゃーん、この煮卵の天ぷら、ちょっとこれがねもう最高。今日はね終始最強なんだけど、個人的にこれが一番大優勝でした。はい、見てこの半熟加減。煮卵を揚げちゃったらそりゃ美味しいよ。これはね何もつけずに食べるんだけど、もうね味付けが優勝。これを白米の上に10個ぐらい乗っけてね、もうかき込みたいぐらい。そんでもって最後の一押しのレモンサワー。結局ねランチのせんべろセットを注文してもそれだけでは終わらないということですわ。吉祥寺と言ったら行かなくてはならない場所がございますということで、ゴー。はい、ということでやってまいりました、カッパ。ここはもつ焼きのお店なんだけどね、なんとなく外観からして入りづらかったんだけど、今日はねちょっと思い切って初めて行ってみようということでやってまいった。
カウンターの席にギリギリ着席できたということで、パン、白、はい、柱、あとズッキーニ串、はい、でとりあえずお願いてなわけで、まずはレモンハイが到着。開店して間もないんだけど、店内はすでに満席状態でございます。外観はザ・大衆酒場みたいな感じで、ちょっと入りにくさがあるんだけど、入ってみちゃえばね、もうこっちの模様という感じで、店員さんたちもみんな明るくて一安心。ちょっともち焼きたちが来るまでの鑑賞タイムということで、はい、じゃじゃーん。まずはね、タンと白、味は全部お任せからの花鳥ガバロズッキーニ。注文した後気づいたけどね、これ8月限定だったけどギリギリセーフでした。ありがとうございます。あと焼きおにぎりを食べる。一つ一つで私は語れないのでお好みです。ドラゴン2つ、はい、ドラゴン赤いボール2つ、あの6個、塩加減、焼き加減、バッチグーでございます。こりゃお酒が進むやつよ。そんでもって白のタレ、年を重ねると串焼きはもう絶対塩だよなとか思ったりするけど、プルプルトゥルトゥル滑らかな白が最高。というかね、このズッキーニ串、これ大優勝。これはズッキーニ串から選択する。全部。もうそっか。いいかもしれないけど、混ぜるタイプじゃないか。起きなさい。私、こっち。これ、胡椒が。すいません、ちょっと立ち飲みになります。からの頭も到着。これもね、絶対的安心感といいますか。頭も飲み込むように食べて、レモンサワーもグビッと。はい、ということで最後はね、この目に入った一番館というところに初めて入りまして、空腹に天ぷらをぶち込んだもんですから、そこまで今ねお腹は減ってないんですけど、ちょっとなんか食べたいということで、そんな時のこの半ラーメンというのがありがたい。もはやこのエアポッツまでしちゃって、帰る気満々だったのに途中で寄っちゃいました感がすごいんですけども、ただね、もうラーメンとビールを食べて飲むという映像にお付き合いいただければと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。久々の吉祥寺昼からはしご酒最高でした。ではでは、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。バイバイ。